上海以下、紅岩は中国の重慶市に本社を置く貨物自動車メーカー。株式の過半数を上海技車集団によって所有され、この他に重慶市とイベコによって所有される合弁事業として設立された。2003年1月に重慶紅岩自動車として設立され、重慶紅岩の歴史は1965年に、 設立された四川技社製造工場にまで遡る。同社は、クレナイワブランドとして、イベコ車両をベースにした大型トラックの製造と販売を行っている。1965年10月1日、中国政府は国家インフラストラクチャー計画である三線建設に基づき、重慶に軍用車両の製造工場として四川技社製造工場の建設を開始。 1966年に車両製造を開始しており、ベリエの技術に基づいた組用車両の製造を開始している。1980年代には大型トラックの製造に関して、主体やダイムラープフの技術を採用した大型トラックの製造を行い民間市場に参入している。1990年代には新型車両の販売を開始し、車種が多様化したことで、 海外市場向けの輸出量が大幅に増加している。四川技車製造工場は2001年まで中国重型汽車集団の一部門であったが、財政難により売却が行われている。2002年12月、大手自動車部品サプライヤーである、鈴トーチスパークプラグ社と国営の重慶重型車両集団との合弁事業として重慶を拠点にした。 重慶紅れい和自動車を2003年1月に設立。また、鈴当地が株式の51%を所有し、親会社であるシンガポールのデロングホールディングスが4%を所有、残りを重慶重型車両集団が所有する形で設立が行われている。その後、デロング社の株価崩落に伴い鈴当地が4%の株式を購入している。 2003年12月、鈴トーチは、イタリアの貨物自動車メーカー、イベコとの協力協定を締結したことにより、イベコと重慶クレナイ岩自動車は共同で、大型車を開発及び製造を開始している。2005年、鈴トーチの主要株主であった、レ・ロングが解散。この時点で、重慶重型車両集団の所有者である、中国政府参加の重慶市国務員。 国有資産監督管理委員会は、鈴当地を経営から強制的に退かせており、重慶紅岩自動車のリストラを開始している。2005年12月、上海汽車集団、イベコ、重慶紅岩自動車3社によって、合弁事業計画、ジョイントベンチャーコーペレーションフレームワークアグリーメントに署名したことで、協力体制が正式に発足。イベコは、 南京汽車や常州汽車との合弁事業をすでに開始していたため、同種類の車両を製造する3つ以上の合弁事業に対する中国国内の規制を回避するため、常州汽車との合弁事業を終了。2006年7月、イベコは上海汽車との合弁事業契約を正式に締結したことで、上海以下、紅岩の設立発表を行う。2006年8月、 上海以下、クレナイーワは中華人民共和国商務部によって正式に承認が行われた。2006年9月18日には、上海議社、重慶クレナイーワ、及びイベコによる商用者部門での戦略的協力協定に関する署名式典が人民大会堂で開催されている。10月中旬に創業を開始しており、2007年5月に政府の最終承認を得ている。 また、合弁事業の正式な設立日は2007年6月5日付とされた。設立に関し67%の株式を上海イベコが保有し、重軽重型車両集団が33%の株式を所有する形が取られ、新工場の設立が行われる。2009年に新型車両としてジーンライオンの販売が開始され、2011年に 金券の販売を開始、2015年にはジェントラックの発売が開始されている。2018年には初となる中型トラック、ジェンポーの導入が行われている。2016年12月、上海イベコは出資比率を12.08%にまで引き下げ、代わりに上海議者が直接53.92%の株式を保有し、 重慶重型車両集団の親会社である重慶市が34%になることが発表された。2018年、上海議車は上海イベコからさらに3.04%の株式取得を行っている。金県ベースのジーンライオンレッカー社。ありがとうございます。